新たな沖縄振興計画はきのう国会で成立した無効10年の新たな沖縄振興特別措置法など関連法と政府の基本方針に基づき県が定めます玉城知事はきょう県が策定した新たな沖縄振興計画を新・沖縄21世紀ビジョン基本計画と名付けて公表しました復帰50周年の新しい節目からスタートする振興計画において 基地のない平和で豊かな沖縄をあるべき県道の姿としながら新時代沖縄を展望しうる施策を表現したものでありますこの中では一人親家庭など経済的弱者への支援といった課題を解決し誰一人取り残さない社会などを実現するための339の施策を進めるとしています施策が達成された場合の展望地として一人当たりの県民所得が 2020年の214万円から2031年には291万円になると掲げています。